太麺、生姜スープ味ラーメン、揚げ麺に粉末スープと火薬がついています。麺はやや細めの角断麺で、うどんにかけボソボソした食感ですが、スープとの相性はいいです。下手な自己主張をせず、生姜の存在感を後押ししているような感じです。スープは透明感が残る淡い色で、基本は粉末っぽい塩ラーメンの味です。しかし生姜の香りが強く漂い、苦味すら感じられ、製品名を知らずに食べたらびっくりします。具にも耳かくぐらいの生姜の粒々が入っており、歯ごたえも明確です。5耳かくぐらいの豆腐は潤いに欠ける舌触りです。食べるうちに体が熱くなってきます。はっきりした個性があっていいと思います。